4月17日のカード追加で登場したノーマル諸葛丹を紹介するよ。スペックは 1.5 コス剣豪で武力6、知力3以降と高め、計略は攻撃値が1つ後退するけど知力3武力プラス4斬撃範囲拡大が 8.5 カウント。デメリットは攻撃値1本分とさほど大きくなく、知力3としてはそこそこの計略性能、武力6、知力3以降持ちのスペックが持つ計略としては十分かな。ザクを争うライバルは武力6、知力1センチの大物さがなさや超絶強化として強力なオークマアサギで、赤の 1.5 コス剣豪スペック枠は強豪カードも強いけど、いっそ国山名みたいにどっちも採用してスペックの暴力に訴えるのもあり。突撃せよ。もうろくしたかの。うせろ。敵を誘い込め。回復を頼む。あんたらやりすぎだ。お助けいただきありがとうございます。うれえ！まだ生きちょるぞ！うれえ！プリエクタン！風の動き一つまでもこの美木は動かしているのさ。流派発動、美の型トリエ。突撃せよ。回復を頼む。突撃せよ。こんなこともあるでしょう。うれ！研さんに終わりはない。天命尽きるか。トリエ、突撃せよ。流派発動、三の型復活。お助けいただきありがとうございます。この剣にかけて平和を取り戻してみせる。トリエ。風の動き一つまでもこの美木は動かしているのさ。突撃せよ。突撃せよ。突撃せよ。俺の番か。突撃せよ。トリエ。うせろ。トリエ。なんたらやりすぎた。うせろ。こともあるでしょう。トリエ。ここだ。あまたの英傑に打ち勝ち、武の頂へ。
回復を頼む。お助けいただきありがとうございます。獣どもが、ここだ。ダメユーハ発動。ミノカタ前期解放。敵を誘い込め。うせろ。そこだ。あまたの英傑に打ち勝ち、武の頂へ。残念だが、これが現実なのだよ。残念だが、これが現実なのだよ。そこだ。うせろ。研鑽に終わりはない。お助けいただきありがとうございます。発動。三の方。